石破さんが魔人ブーの格好をさせられた話を聞いてこの人本当にいい人なんだなと感じました本当にいい人で優秀だと政治の世界では転換を取れないのかなと思いますなんとか石破さんに頑張ってほしいですあと野田聖子議員の夫が元反社と裁判所が認める判決を出せるに続いてひろさんはどう思われますかこれ僕ツイッターでも書いたんですけども野田聖子さんアウトだと思うんですよねさすがに元反社っていうのを隠しちゃダメでしょあの別に元反社の人でも僕言ってればいいと思うんですよ いや、うちの旦那は元反社ですと。あの、もう反省しているので、で、あの、一切そういう活動もしないので、何の問題もないんですけど、でもそういう事実があったので、そこであの、気にされる方は本当にすいませんって言ってればいいんですけど、その、元反社でありながら、元反社が嘘だっていうので、出版社を訴えて負けたんですよね <laughs>。で、その、出版社を訴えて、出版社側が証人として組長を連れてきたんですよ <laughs>。 お前俺の酒好き飲んだよなって証人が言って元組長が言ってて「はぁ」みたいになっててまあそりゃそうだよねみたいなっていうのでそのあのでは反社であることは過去過ちを犯したってんで僕過去過ちを犯した人を永遠に責めるべきだとは思わないんですよ。 ただ、過去は過ちを犯したっていうのを嘘をついて隠すというのが良くないと思ってるので、なので、元反社が良くないというよりは、元反社であるという事実を隠して出版社を訴えたということを、夫がやってるのを放置していた妻っていう意味で、僕は野田聖子さんはアウトだと思ってるんですよ。